ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふんふん。何してるんだ？便秘で踏ん張ってるのか？こんな今で、台を出すために踏ん張る奴がどこにいるのよ。肘を顎にくっつけることはできないって聞いて、本当なのか試してみようと思って。人の体ってできそうでできないことがいっぱいあるからな。ほんとほんと、絶対できるでしょうって思ってたけど、明らかに肘が遠いっていう。まあでも、そんなのは序の口だな。序の口ってどういうこと？私たちの体には普段の生活では知り得ない、様々な特徴や能力が備わっているんだ。そんな肘と顎の接吻とは比にならないくらい、人間の体は面白いメカニズムで溢れているんだぜ。接吻って、でもそのメカニズムってどんなものなのかすごく気になるわ。詳しく教えてちょうだい。それじゃあ今回は、人体の驚くべき雑学10選を解説するぜ。お願いします。一つ目、耳と鼻は一生成長し続ける。筋肉や骨は年を取るほど衰えていってしまうものだけど、その中でも一生成長し続ける部位がある。それが耳と鼻だ。成長するってことは、年を取るほど耳や鼻が大きくなっちゃうってこと？そうだ。耳に軟骨があることは誰もが知っていることだと思うけど、実は鼻にも軟骨がある。この耳や鼻の軟骨が一生成長し続けるんだ。そういえばお年寄りって、耳や鼻が大きい人が多いような。それは耳と鼻が成長して大きくなっている一方、老化によって顔の筋肉が収縮していくため、より耳や鼻が大きく目立って見えているんだ。ちなみにただ大きくなるだけじゃなくて、形が変わる人もいるぜ。ということは、ずっと鼻をつまんでたら、鼻が高くなっちゃうってこともあるのかしら？きちんとケアをすれば、理想の鼻にすることも可能だぜ。ほんと？どうすれば鼻が高くなるの？鼻を両手でくるくるとマッサージして、余計な脂肪を絞り出すんだ。その後鼻筋が通るようにイメージしながら、指で鼻の先端から眉間までつまんでいく。これを続けることで鼻を高くしたり、団子鼻を解消することができるぜ。目指せ鼻だか。二つ目、宇宙に行くと身長が伸びる。宇宙では地球上にいた時の常識はほぼ通用しない。そんな宇宙空間で、ある宇宙飛行士が体験した驚くべき現象を語ったツイートが、話題を呼んだんだ。この感じだと宇宙にまつわることだよね？なんだろう？その驚くべき体験をしたのは、宇宙飛行士の金平則重さん。彼は2017年12月から、国際宇宙ステーションに滞在していたんだけど、宇宙ステーションにあった身体計測で身長を測ってみたところ、宇宙についてたった3週間で、身長が9センチも伸びていることが判明したんだ。3週間で9センチ？成長期の中高生以上じゃない。どうして宇宙に行って身長が伸びたのかしら？JAXA によれば、人間は宇宙に行くと平均して1、2センチ身長が伸びるらしい。これは脊髄の椎間板が重力から解き放たれたことで、椎間板の厚みが増して結果的に身長が伸びるんだ。ということは金井さんの9センチっていうのは驚異的な数字なのね。話を聞いた側もびっくりだけど、当の本人が一番びっくりしただろうな。高身長になって地球に戻ってくるとか、羨ましすぎるわ。ただ身長が伸びるのは宇宙空間にいる時限定で、地球に戻ると重力の影響でまた元の身長に戻るぜ。クソ、なんて無意味な現象なんだ。三つ目、嬉しい時に出る涙の味は甘い。突然だけど涙ってどんな味がする？涙の味といえばしょっぱいでしょ。塩のようなしょっぱい味がするよな。でも実は涙って、その時の感情によって味が変わるんだぜ。そんなことあるの？じゃあもしかして、甘い涙が出ることもあるの？ああ、あるぜ。ある番組で、味覚を数値で表す機械を使って、涙の味を計測する実験が行われたんだけど、その結果、悲しい時はしょっぱい涙、悔しい時は酸っぱい涙、嬉しい時は甘い涙が出ることが分かったんだ。甘い涙とか、恋愛小説に出てきそうなフレーズね。ということは私は今まで、悲しい時にしか涙を流していなかったってことね。霊夢の感情の乏しさが際立ってるな。でもどうして、その時の感情によって涙の味が変わるのかしら？涙はナトリウムの分泌量によって味が変わるんだけど、ナトリウムの量は、自律神経の働きによって変化する。だから感情によって涙の味が変わるんだ。甘い涙の味ってどんなだろう？ちょっと今から嬉し涙出すから、涙が出るくらい私が喜びそうなこと言って。あれ？霊夢、体重20キロも落ちてるぞ。逆に病気でしょ。四つ目、肥満になるかどうかは、4、5歳で決まる。食生活の乱れや運動不足、食生活の欧米化などにより、肥満の人が増加し問題として取り上げられることが多いけど、実は肥満になるかどうかは、4、5歳の時にすでに決まっているんだ。肥満の素質を持ってるかどうかが、子供の頃に決まってるとか残酷すぎる。それでどういう子供が将来肥満になっちゃうのかしら？
人間の体内には誰しも、脂肪細胞という細胞を持っていて、脂肪はこの細胞に溜め込まれるんだ。それで普通の人の脂肪細胞の数は、約200億個なんだけど、これより脂肪細胞の数が多いと、肥満になりやすいんだぜ。要は人よりも脂肪を溜める貯蔵庫が多いから、必然的に太りやすくなっちゃうってわけね。でもどうして、4、5歳の時に肥満になるかが決まるの？この脂肪細胞が作られるのが、4、5歳までなんだ。だからこの頃に太っている子供は、人よりも脂肪細胞が多いという証拠だから、大人になっても肥満になる可能性が高いっていうわけ。なるほど。素質って聞くといいイメージがあるけど、太りやすい素質とか絶対に嫌だわ。ただもともと脂肪細胞の数が少なかったとしても、生活習慣の乱れによって肥満になることもあるから、子供の頃に太ってなかったとしても油断は禁物だぜ。どこまで行ってもジャンクフードは人類の敵なのね。5つ目、呼吸するだけで 400ml の水分が失われる。暑い季節は熱中症対策として、こまめな水分補給が大切とされているけど、実は人はただ呼吸をするだけでも、体内の水分が失われるんだ。運動しなくても、ただじっと息してるだけで、体から水分が失われてるっていうの？そうだぜ。具体的には呼吸だけで、1日に約 400ml の水分が失われているんだ。生ビールの中ジョッキくらいの水分が、呼吸するだけで失われてるってことか。呼吸がそんな罪深い所業だったとは思いもしなかったわ。ただ呼吸するだけで、これだけの水分が体外に出てしまうわけだから、運動して呼吸数が上がれば、さらに失われる水分量が多くなる。だからスポーツするときは、いつにも増して水分補給が大事なんだぜ。体の水分が失われる原因は、汗や尿だけだと思ってたわ。ちなみにある製薬会社のホームページによると、体内から2から3% の水分を失うと、喉が渇く、ぼーっとする、食欲不振といった症状が出て、4から5% になると、頭痛やめまい、脱水症状が出て、8から10% になると、痙攣を起こすんだ。怖い怖い。それ以上水分を失うと、ジエンドだな。こまめな水分補給を徹底します。6つ目、一瞬秒針が止まって見えるのは脳の錯覚。ふと時計を見たとき、秒針が一瞬止まったように見えたことってあるだろ？それわかる。時計の電池なくなってきてるのかなって思ったけど、その後は普通に動いてるのよね。あれは何なのかしら？それは脳と目のメカニズムによって起こる錯覚なんだ。錯覚？でも明らかに、1秒以上秒針が止まってるように見えたんだけど、この錯覚現象を解説する前に、まず眼球の動きから説明するぜ。人の目はじっと一点だけ見ていても、実は常に微細な動きをしている。この微細な目の動きをサッカードって言うんだ。サッカードは1秒間で5回も行われることもあって、私たちはこれのおかげで、滑らかに物を見ることができているんだぜ。知らないだけで、私たちの目って絶えず動いているのね。でもサッカードの最中に見た映像すべてが、脳で処理されているわけではなく、不鮮明な映像は脳がカットして、過去の鮮明な映像とつなぎ合わせているんだ。脳の処理能力の高さを実感するわね。でも一部の映像をカットして、過去の映像とつなぎ合わせるってことは、単純に考えれば、映像が途切れ途切れになっちゃうんじゃない？今まで映像が途切れ途切れに見えるなんてことはなかったわよ。映像をつなぎ合わせると言っても、その作業にかかる時間はほんのわずかなんだ。だから絶えず脳の中では、こういった一連の作業が行われているんだけど、私たちが普段の生活で気づいていないだけなんだぜ。そしてなぜ秒針が止まっているかのように見えるかというと、カットする前の映像と、今の映像をつなぎ合わせる穴埋め処理が行われることによって、秒針が一瞬止まっているように見えるんだ。その止まったかのように思った一瞬が、穴埋め処理にかかった時間ってことね。学校の勉強は全然だったけど、私の脳の処理能力ってめっちゃ優秀だったのね。いや、それも錯覚だな。7つ目、あくびが出るのは脳を覚醒させるため。眠い時や暇な時に出るあくび。あくびは人の生理現象の一つではあるけど、じゃあどうしてあくびが出ると思う？あくびが出る理由か、眠い時に出るっていうことだけは知ってるけど、どうして出るのかは考えたことなかったわ。実はあくびは脳を覚醒させるために出るんだ。あくびで脳が覚醒？本当にあくびにそんな大それた効果があるの？あくびを舐めちゃいけないぜ。あくびが出るときは、口を大きく開けて息を吸い込むだろ？その時に自然と背中がピンと伸びたり、涙が出たり、また息を吐くときに、あーって自然と声が出ることもある。この一連の動作が、脳の働きを高めて覚醒レベルを上げるんだ。例えば眠たい時にあくびが出ると、少しだけ眠気が覚めたりするだろ？確かにそう言われれば、ほんのちょっとだけ眠気が覚めるかも。これは眠たい時にあくびをすることで、布団に入るまでの時間を稼いで、寝る時にぐっすり眠れるようにするために起こっているんだ。
ちなみに車の運転中や会社の会議中など、退屈な時に出るあくびは、眠気を覚まして集中力をアップさせてくれるんだぜ。たかがあくび、されどあくびね。八つ目、肘をぶつけた時にビリビリするのは脳が混乱しているから、不意に肘をぶつけて、ビリビリしたりジーンとなった経験あるだろ？そんなのしょっちゅうよ。しかもぶつけた肘が痺れるだけじゃなくて、小指の方まで痺れて動かせなくなることもあるから、ほんと参っちゃうわ。その肘をぶつけた時の、ビリビリだったりジーンっていう感覚は、実は脳の混乱から来ているんだ。全然わからないから詳しくお願いします。ぶつけると痺れる肘の骨近くに、尺骨神経っていう神経が通っているんだけど、この神経がとても皮膚に近いところにあるんだ。神経っていうのは、強い衝撃を受けると興奮状態になり、その後感覚が麻痺するという性質がある。そして肘を打ち、尺骨神経に強い衝撃が加わると、興奮状態に陥るせいで、痛いという神経の伝達がうまく脳に伝わらず、また脳の方も、尺骨神経に何が起きているかわからないから、脳が混乱して腕がビリビリしたりジーンとなったりするんだ。痛いって感じるより、ビリビリした方が、精神的にも肉体的にもダメージが少なくていいのかもしれないわね。9つ目、肝臓は4分の3失っても元に戻る。人体の様々な臓器の中でも、一番大きく重い器官である肝臓。胆汁の生産から有害物質の解毒、栄養分の分解や合成など、多くの機能を持ち合わせている一方、疾患があっても自覚症状が出にくいことから、沈黙の臓器と呼ばれている臓器でもある。そんな肝臓は、再生能力がずば抜けていて、なんと肝臓の4分の3を失っても元に戻るんだ。半分以上失っても元に戻るなんて、ゾンビみたいな臓器ね。肝臓に謝れ。それはそうと肝臓移植って聞いたことあるだろ？人間は肝臓を一つしか持ち合わせていないにもかかわらず、生体移植が可能なのは、この優れた再生力を持っているからなんだぜ。でもどうして肝臓だけ、こんなに再生力が優れているのかしら？それは、ある程度肝臓が切除された時、残っている肝細胞が増殖、分化して、再生しているものとされている。ただどのように分化しているかは、まだ解明されていないんだ。人体の七不思議の一つってわけね。10個目、男性にも子宮がある。女性が何かに深くと決めた時、子宮がうずくと表現したりするけど、子宮を持っていない男性からすれば、女性が感じるこういった感覚はピンとこないだろう。でも驚くことに、実は男性にも子宮があるんだ。そうなの？ということは男性も強烈にときめいたら、子宮がうずいたりするのかしら？それはないな。正確に言うと、男性には子宮の痕跡が残っているんだ。あ、そういえば人間は最初はみんな女性で、そこから男性と女性に変化するって聞いたことあるわ。その話に近いな。お腹に赤ちゃんが宿ると、その体はまず女性型で形成されていき、胎児が6、7週目になると、女性の内生期の元となるミューラー管と、男性の内生期の元となるゴルフ管の両方が形成される。そして赤ちゃんが、Y 染色体を持つとゴルフ管が発達し、性脳や性管が形成されていく。こうした内生期の分化の過程で、ごくわずかに残ったミューラー管が男性子宮となるんだ。男性子宮は胎児の頃の名残ってことね。ちなみに男性子宮が原因で、何かの病気になっちゃったりすることはあるの？いや、通常だと男性子宮が病気の原因になることはないな。男性にとっては不要な部位ってことね。私たちが気づいていないだけで、人間の体は不思議な機能がたくさん備わっているのね。ちゃんとした役割を担っているものもあれば、そこにあるだけで何の働きもしていないものもあるけど、その全てにちゃんとした意味がある。これをきっかけに、ぜひ人体の学びを深めてくれよな。わかったわ。それじゃあ早速、くしゃみをするときは絶対に目を閉じてしまう、の検証をするとするか。その、できそうでできないシリーズ好きだな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。